そしたら昨日送った外人の返信が返ってきてるのかな、ちょっと見てみようかな。すごい、この長文返ってきてるけど、すごい、なんか桐生とかファッキューみたいな感じで返ってきてるし、あれ、なんかアカウント停止してない、これ一時停止みたいな、え、どういうこと。いや、ちょっとこれマジで困るな。せっかく結構回数稼いでたのに、ちょっとどうなってるんだろうこれマジで。え、これ完全にウルフに騙されてる感じだな。ちょっとあいつに聞いてみないと。まずいな、マジで。ちょっとどこにいるんだ、ウルフ。ウルフ、おーい、あれ、ウルフ、ウルフ、ウルフ、いないの。ウルフ、ウルフ、どこにいるの。ウルフ、ウルフ、あれ、あ、なんかあった。さあこれ、ちょっと見てみる。エンザートレーナーへ、ウルハッパラへ。エルザートレーナー、私ウルフッパロは昨日とんでもないことをやらかしてしまいまして、本日より異世界へ行かざるを得なくなりました。誠に急ではございますが、家を留守にしますので私のことを探さないでくださいね。それでは。え、あいつさらわれたの。異世界ってどうやっていいんだろう、どうやっていけばいいんだろうな、ちょっとわかんねえな。でもウルフいないとできねえしな、異世界どうやってどういけばいいんだろう、わかんねえなこれ。どうしよう、マジ困るな。あれ、どうしましたよ。異世界に持ってこれない。それはですね、いやいや、笑い事じゃないから。怒られた。なんか怒られた。笑い事じゃない。笑い事じゃない。え、どういうことですか。でウルフがいないと、うん、まあ、英語訳もできないし、うん、YouTube の動画が編集できないから、うん、それが工夫みたいなのもあるから。おい。世界に行こう、うん、まあ、なかなか難しいですけどね。クッフはね、あれなんですよ、ドクタードクと友達なんですよ。ドクタードク、ドクドクドクタードク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 です、うん、あのね、バックトゥーザフューチャーって知ってます。ああ、あの博士なんですけど、はい、デロリアンって知ってます。タイムマシン、タイムマシン、あれの作り方をね、実は共同研究したのがこのクッフでもあるんですよ。そうですか。で、実はこういう時もあろうかと、こういうこともあろうかと、異世界にね、タイムワープできるマシンをね、ちょっと改造して作ってたのね、クッフが。まさかこの人が異世界に行けると。異世界に行けますよ、なぜか。なんでならばクッフはね、そういう研究好きだから。そのね、異世界に行く改造をされてんのが、ピコピコピンピンピーン、このチャリンジャー、名を付けてクフリアンと言います。近いですね、これでね。クフリアン、あ、そうですよ、共同研究です。あのドクタードクからも、あの名前の使用を唯一許されてるんで、訴えられないですか、大丈夫です。これでね、異世界に行けるんですよ。これ、ここだけで来るけど、まあ、なかなか大変だけどね。88マイル出さないといけない。もう大体140キロぐらい。ちょっと光出すから。で、あとね、まあ、そこはちょっと改造工夫はしてあるんだけど、1.21 ジゴワット出ないと、ね、電力が発電されたんだけど。これはね、ちょっと
バックトゥーザーフューチャー用なんだよね。これフューチャーされない。フューチャーされない。それもね。まあ、とりあえず焦げばいい。そう、躊躇しないでね。あの光るまで焦げてます。やります？ウルフ救出のために。そうですね。まあ異世界に唯一行くのは今もこの方法ぐらいしかないんで。異世界はね、多分ね、まあいい世界かもしれないし、ね、あの異世界にも。怖いっす。異世界にいい世界。まあ見せかけかもしれない。どうするこれですか？だ140キロぐらいだ。その88マイル。88マイル。ちょっと待って。なんでかね。クフリアはね、カメラに映ってないと証拠がないと見せないといけないっていう、新ルールなんだよ。写真判定があるから、写真判定でいけるかいけないか決まる。あの画期的なシステムなんだよね。バックトゥーザフューチャーの時はなかったシステム。それをね、クフがちょっといただいて作っちゃったから、それを付き合ってもらうしかない。あ、あとね、あれなんだよね。あともうちょっとね、必要なものがあるんですよ。何が？なんか、エルドトレーラーが、ピン、コン、コン、ピーンみたいなやつあるよね、iPad で。あれでスタートしないと、椅子が行けないから。あれ。ピーンってあ、それすいません。それね、それ言うの忘れたんだよ、工夫が。それ今、工夫なりのね、忘れ物なんで。さっきですか、ピー、コ、コ、ピー。あ、ダメなんです。あれはね、工夫が iPad でまたそれも改造してたから。あああれですね。そう、あの iPad のピココピーセットしてもらっていいから。なるほど。なるほど。そういうことですね。なるほど。さっきそれを言ってたんですね。あ、そう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 。なるほど。あ、いいですよ、言っちゃうの。で、ピココピーンって言って、2秒以内に漕ぎ始めないといけないからね、自分でやって。2秒 ?10 秒で準備でいいですか？ピココピーンって鳴ればそれ OK なんだけど、鳴ったらすぐ2秒後に漕ぎ始めないとやり直しになるから。あ、いいね、いいね、うん、いいよ、うん、あ、今ね、今20マイルぐらい。あ、30マイル。あ、40マイル。あ、来たよ来たよ、これエルザマ。もっと。あー、惜しい。ストップ。今ね、64マイル。今64マイル。はい。ちょっと、息整えて、今回、初めのところから、やって、あ、これ、また来るのね。はい。今64だ。あ、や、来い来いで。エルザ、ウルフか。ウルフがどんどん遠く行っちゃうからね。あ、来た来た。64来た。どっち？あ、N 沢今すごい良かったんだよ。ちょっと譲りますよ、うん、今73まで行ったからね。あの調子で行ってれば伊勢が行ったよ。テイクはそれほど自分が大事。今自分へのために考えてるんじゃないから。そうですね、ウルフのこと考えない。そうですね。行きますこれ。どうする？カチュマルクソ時間出してる。合格。合格してる。合格。来た。ただ来たよ。あ、6人入ったよ。
行きますよ。まず言う猶予があったから最後わーってわーってわーって言ってもう最後最後の追い込みがもうちょっと食うもんこの手もう強くなるから向いて行って行って行ってわーって手紙は2通あり、そのうちの1通を N 座は知らぬまま異世界へ飛び立ってしまったのであった。果たして N 座はアベリンピック開催までに有力な仲間を集めることができるのだろうか。